まあ、今年はあの国際森林年の年なので、これはまあ掛け合わせてですね、関係にちょっとできないかということ で、 で、まあ、過去の実績としてはここへずらっとこう並んでるんですけども、まあ、2003年に先ほどのような話でですね、高橋が隆二の森と水と暮らしを考える日はを用意しようじゃないかということで、4月29日当時 の、 あの決まりで緑の日ですからね、4月29日にやったのがこの2003年の始まりでございます。2003年は、あとで出てきますね。2004年、それで暮らしの同じテーマなんですけども、やはりあの、まあ、よくあることなんですが、街づくりとか観光などでも大体我々のような世代が多いんですが、まあ、やっぱりあの時代を生きる子どもたちに伝えないと、やっぱりいくらやってもですね、時代につながらないということで、まあ、子どもということをテーマにして、やったというのが2004年。だから2005年に、環境、2004年の年末にですね、大きな災害が暮らしてありました。一人も亡くなられたわけですけども、この高潮の被害を受けて、環境と災害をテーマで2005年。そこで倉敷がバトンタッチをして、今まだおいでになってませんけども、山部さんが実行委員長して、6年と7年を、総社のですね、水辺の学校という高橋川の河川敷でですね、立派なところがあるんですけど、総社、エコ社というテーマで2年やる。それから8年、9年、8年が高橋行きまして、だいぶ上がっていったわけですね。中流域まで行って、城下町のエコロジー、路地自慢、路地でつながる暮らしの昔と今とかいうテーマでですね、やったのが高橋。で、9年はちょっとね、高橋が連続でできなくて、まあ、渋沢隆一さんという、まあ、ちょっと有名な環境ネットワークの理事長さんがいるんですけれども、その人を講師にして、講演をしたというのが9年。そして昨年は、これを高橋でやったんですけれども、武田鉄矢主演のですね、映画「降りていく生き方」というものを中心にしながら、人の生き方を考えるということにしました。まあ、これが過去の実績です。で、まあ、我々がなぜ始めたかというのは、時代の背景は先ほどあったんですけど、実は私が実行委員長しているという意味もあるんですけどね、材木屋として。まあ、簡単に言うと、こういうその森を考えて、材木屋の思いとしてですね、自然素材の石を使った木造住宅を進めることが、ひょっとしてこの地球温暖化防止に協力できるんじゃないかという、まあ、グローバルな問題をですね、非常に身近な生活の、身近なことから考えることによって達成しようというようなことを。で、まあ、そういうことでですね、日本の森林率も非常に高い、こんな先進国でありながら、森林率が 67% も 8% もあるような国は、もう日本、もうさておいてないんですね。で、そういう中で、日本人が森と共に生きてきたというのは、何か大きな意味があるんだろうということを考えながら、森林の多面的な役割、あるいはそういった環境、温度のことを考えて、ね、何かできないかということを模索しておりました。で、最初はですね、こういった我々の建築とか住まいの関係業者だけでやってたんですけど、この辺で中村康則さんが出てきましてね、あんたその自分方のことばかり言わずに、もうちょっと幅広く環境運動として捉えましょうよ、これいい運動だから、流域全体で捉える運動だから、その銃だけじゃなくて、衣食住の銃だけじゃなくて、食も遊びもエネルギーもいろいろ入れたものとしてですね、こういうものを作っていったらどうか、一遍それを運動として立ち上げましょうということで始めたのが、私の最後になりますけども、一つの大きな目標としてはですね、まあ、美しく勇壮な橋が、この流域をですね、誇り高き日本一の流域にしようではありませんかというのが、こういう気持ちです。確かに高橋川はですね、大変流量も多くて、もう他の、まあ、日本に対してどうかというと競争みたいになりますけど、もう立派な流域だと思います。この流域をですね、いろんなものがある、北から南までいろんなものがあるものをですね、お互いに理解をして、それで日本一の流域としてですね、そういう場所に我々は住んでるんだということをもっと誇ってですね、次の世代にそのままいいものを残していけたらというふうに思っています。これがグリーンデーの考え方なので、それぞれ各地でやる方も、やっぱりそういうこうベクトルを一つ合わせながら、ぜひともですね、ここの流域は変わったことをしてると、いいことをしてるなということを
やっぱりあの日本一の流域なんだということを、ね、見せながら、まあ、それだけの人材はこの流域におるというふうに思っております。ということで、ざっとお話しいたします。